仙台西道路。仙台西道路は、宮城県仙台市青葉区を東西に走る自動車、専用道路で、国道48号のバイパスである。地域高規格道路、仙台都市圏自動車専用道路の計画路線に指定されてり、仙台市都心部と仙台都市圏環状自動車、専用道路とを結ぶ、唯一の自線道として、重要路線となっている。通称は、西道路。 仙台市都心部西部旧、仙台市と愛子盆地東部旧、宮城町とをつなぐ通行料無料の自動車専用道路である。仙台市総合道路整備計画において同市の骨格幹線道路網となる三環状十二放射状線の一部をなす都市計画道路元寺工事愛子線にあたる。全線が第一次緊急輸送道路に指定されている。道路管理者は 国土交通省東北地方整備局仙台河川、国道事務所仙台西国道維持出張所。起点は、青葉山丘陵の東側に位置する、都心部の広瀬通と万水通りによる十字路、東北郷住病院前交差点にあり、都心部の地下を、縦町トンネル、丘陵の地下を、川内トンネル及び青葉山トンネル貫通する、丘陵の西側にある仙台宮城 IC で、 東北自動車道と接続し、リリ立 IC で直線的にアイコバイパスと接続した後、リリ立 IC のランプを通り、宮城県道31号仙台村田線と接続する定時路仙台宮城 IC 口交差点で終点となる。基本福音が20.5メートルの4車線道路で、全長は約5.2キロメートル、キロメートル。住宅地の地下を走るため、 最高速度は、立町トンネル及び中の瀬橋の区間は、時速 40km、その他の区間は、時速 60km である、臨時規制時を除く。宮城県で、ラジオの県域放送をしている3局、すなわち NHKFM、NHK 仙台放送局と、デート FM の FM2 局、及び、a m 局の TBC ラジオに加え、 国土交通省による AM の混雑情報、全 620kHz がトンネル内で再送信されており、聴取できるようになっている。例年、仙台七夕祭り前日の8月5日、悪天候の場合は8月9日に順延に開催される仙台七夕花火祭りに合わせ、18時15分21時30分の時間帯で車両の通行ができなくなるため、 西道路を経路とする高速バスは迂回する。自動車専用道路であるが、市街地側の案内看板は青色で統一されている。愛コバイパス側の看板は緑色で表記されている。仙台市都心部は青葉山に仙台城を置き、それをめぐる広瀬川から東が平地で、西が山地、青葉山丘陵である。都心は主に東に向けて発展したが、 20世紀には、広瀬川沿いの貸し段丘にも、住宅地広がり、さらに、東北自動車道が、西の山地を縦断するようになると、広瀬川沿岸を曲がりくねる線形の国道48号、2車線道路は、仙台都市部への連絡道路としての機能も加わり、交通量が増加して渋滞が向上化してゆき、交通上の愛路となっていた。市街化された、複雑な地形を前にして、 道路整備はなかなか進まず、国道48号は朝、夕に渋滞となり、東北自動車道のインターチェンジは、ラッシュ時閉鎖を余儀なくされた。仙台西道路はこの状態を打開するために、建設された。建設省、当時では、当初は、都市計画道路にて建設する案、延長を 5.5km が検討されていたが、長大な青葉山トンネルを建設する案、 延長 5.2km が採用され、1971年、昭和46年度より、仙台広瀬と万水通りを、交差点を起点に、仙台市、モニワーザ、滝沢までの区間について、事業着手された。1983年、昭和58年に、暫定2車線で、共用開始し、国道48号の渋滞解消に、多大な効果をもたらした。 このことから、建設省の日本の道百選に選定された。1987年、昭和62年には、全線の4車線化が完了した。仙台西道路は、都市内の道路の性格上、道路沿線の地域社会及び、自然環境を保全するため、全線の7割がトンネルである。都心側入り口は、西公園通の東側にある、 立町トンネル口と西側の川内トンネル口の2カ所で、共に、広瀬2からトンネルへの降り口がある。広瀬2、仙台中町団球面から、立町トンネル、タイで、道団球面の地下に下ると、西公園通り及び市道中の瀬橋線の地下を通り、仙台中町団球面と、仙台下町団球面の間にある中の、町団球崖から広瀬川空に出て、 市道中の瀬橋線から合流を受けて、上下2層の中の瀬橋の下側の路盤を通り、広瀬川右岸の段球崖から川内トンネル568.35メートルマイナスに入る。宮城県仙台第二高等学校や宮城県美術館などの地下を川内トンネルで通過して広瀬川の新平部地の段球崖で一時トンネルから出るが、すぐに、 青葉山丘陵の地下を通る青葉山トンネル、2233メートル、マイナスに入る。亀岡八幡宮や宮城教育大学などの地下を通り、東北電力三居、沢発電所、水力発電所へと続く水道と交差して、同丘陵の西側出ると、佐六郷、同水道へつながる水路の開居部の上にかかるを渡り、指導沼田線からの速道と合流し、 指道沼田線を越えて、仙台宮城 IC 及び折立 IC による複合インターチェンジで終点となる。愛イコバイパスの開通に合わせて、仙台宮城 IC 及び折立 IC は改修され、山形、関山峠、秋保、桜見方面の国道48号と、仙台西道路が直接乗り入れられるよう接続された。当初、川内トンネル異では、制限速度は、 時速5 0トルだったが、時速6 0トルに緩和された。また、禁止されていた青葉山トンネル内での車線変更も可能になった。仙台市都心部と東北自動車道、仙台宮城 IC を結ぶ道路として、重要な役割を果たしている。また、愛子バイパスの開通により、青葉区西部、旧宮城町地域に新たに発展した、ニュータウン群と都心を結ぶ道路として、 さらに重要性を増している。2005年度、平成17年度道路交通センサスより、平日24時間交通量、第1仙台西道路の西側、仙台宮城 IC 付近は、豊かな自然の残された風景の地域であるが、仙台西道路の青、葉山、立町トンネルを抜け外へ出ると景色は一転して、ビルが立ち並ぶ、市街地に変わる。 1983年、昭和58年の仙台西道路の完成は、1981年、昭和56年に完成した国道286号笹谷トンネルとともに、宮城県と山形県の間の交流に果たす役割は大きいと期待された。従来の国道48号から大幅な交通転換が行われ、同時に、 仙台市都心部と仙台宮城 IC 会も短時間でつなぐ役割により東北自動車道沿いの各地域とのアクセスも改善された。1991年平成3年までに山形自動車道が宮城県と山形県の間でつながったことで仙台西道路の役割はさらに大きくなった。2000年平成12年頃からは 仙台発着で仙台西道路経由の高速バスが大きく発達し、仙台、山形のツインシティ化や南東北三県と連合に大きな影響を与えている仙台都市圏高速道路網整備、仙台経済圏仙台経済圏の交通環境の変化、東北地方の経済史、仙台経済圏の拡大と仙台一極集中参照。 仙台西道路の都心側で入り口となる広瀬通では朝夕の混雑が激しく西道路を延伸して渋滞を緩和しようという構想がある。これは開通当初から出ていた構想ではあるが多額の費用がかかることから実現には至っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。